皆さんこんにちは。私はみずほインターナショナルで働いております、ジョディ・ピッドコックと申します。本日私は考えさせられた食べ物と題してお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。私は4年ぐらい前に自分の食生活を見直してベジタリアンになることを決めました。いつも外食しに行くと必ず誰かにどうしてお肉食べないのと聞かれます。こちらの人からは動物がかわいそうだからと思われ、日本人からはだいたいダイエットしているからと言われます。私はちょっとダイエットした方がいいかもしれませんが、本当はダイエットのためではありません。1960年に世界中で食肉の消費量が7100万トンでした。皆さん、現在はどれぐらいと思いますか？およそ3億トンです。1人当たりの肉の消費量は2倍になっております。また、国連の調べによると、2050年までに世界の食肉消費量がさらに2倍になると予測されています。健康のことを気になって食事の時お肉の量を減らす人もいると思います。現在先進国では肥満、心臓病、がん、脳卒中などが大問題になっています。世界で一番多くお肉を消費するアメリカでは肥満が、大きな社会問題になっています。皆さん、アメリカで健康にいいってことがありますか？お土産の T シャツを買うとき、S、M、L、XL、XXL、XXXL のサイズまでありますでしょう。しかし、こちら英国でもその方向に向かっています。最新英国健康調査のデータによると、4分の1の1人が4分の1ぐらいの4分の1のぐらいの成人が肥満しているそうです。現在 NHS の肥満に対する経費はいくらぐらいと思いますか？1年に42億ポンドです。英国保健省によると、このまま続くと2050年までには経費はこの2倍以上になると予測されています。動物のことを考えてあんまりお肉を食べない人もいると思います。本当の動物が目の前にいると可愛くてとても食べられなくなってしまいます。動物愛護のことを考えてお肉をやめる人もいると思います。実は私の場合は真剣に考えたのは世界の食料事情のことでした。皆さん、牛肉1キロを作るために穀物飼料は何キロが必要と思いますか？10キロぐらいです。豚肉は7キロ、鶏肉は4キロぐらいかかります。これからちょっとショッキングなことについてお話ししますが、世界中で毎年およそ800万人4秒に1人が飢餓が原因で多くの人々が死亡しています。そのうちなんと7割以上が小さな子どもたちなのです。しかしその一方で、穀物は世界で毎年19億トン産生されております。これは世界中の人間が生きていくのに必要な量の2倍ぐらいになります。ですから食料の生産量の問題ではなく、その使い方の有効性についてちょっと少し考え直さないといけないと私は思います。もちろん皆さん全て
がベジタリアンになる方がいいとは言っていません。またただ食生活をもう少し考えて、少しでも肉食習慣を少し減らすことができれば、健康にも社会にも、ひいては経済にも大きなメリットがあるではないかと私は思っています。ではどのようなことをすれば人々は食生活について改めて考えるようになるのでしょう。この点では日本はかなり進んでいると思います。現在食製品、健康食品、健康のための料理番組、健康と医学に関する番組、雑誌などが大人気です。私が興味深く思うのは NHK の試して合点という番組です。皆さんご存知でしょうか。試して合点は特に食と健康が話題になっていて、最新の研究と役に立つ情報を分かりやすく紹介しています。例えば最近コレステロールに対して善玉と悪玉のことをとして、コレステロールを下げる食品の話の番組が放送されました。それから試して合点のホームページでは、たくさんの人々が簡単に情報を手に入ることができてきて、大変大人気だと思います。これを見ると国民生活の影響力があるメディアとマスコミの役割が非常に大きいと実感させられます。英国でもテレビの料理番組が人気があると思います。正直に言うと伝統的な英国の食事はかなりボリューム、カロリーともに多いと思います。皆さんもそう思いませんか。英国の食事のまずさは外国人には有名です。しかし今英国では有名なシェフが自分のテレビ番組を利用しておいしい料理を紹介しています。皆さん、ジェイミー・オリバーという名前を聞いたことがありますでしょう。私はジェイミーの誰でも30分でできるおいしい家庭料理の番組が特に好きです。ジェイミーの料理番組が日本でも放送されたら、彼のルックスや話し方、ライフスタイルは日本の若者をも引きつけると思います。日本と英国のテレビ局が協力し、しっかりした研究に基づいた健康にする番組、また英国の有名なシェフが体に良い日本の健康的なおいしい料理の作り方の番組などを共同制作すれば、そのシェフの名声と日本料理の人気に乗じて英国でも健康ブームに火がつくかもしれません。ひいては健康食品の輸出入が増えると思います。国の NHS にかける費用も削減できるでしょうし、そのお金を今問題の教育費を当てられるでしょう。メディアの力を使いながら人々に食生活、食肉の量を少しでも考えさせられることができれば、世界の食料事情、環境、健康、動物の環境にも良い結果をもたらすと私は考えます。お肉は考えさせられる食べ物であると皆さん思いませんか。私のスピーチは以上です。ありがとうございました。